さて、ではここまでまた戻ってきました。さっきはね、3番目恒例の選択肢にしてネーミングを迎えてしまったので、1番か2番、どうしてそこまでの事件にこだわるの、これを選択しよう。どうしてかな。スミオくんはちょっと苦い顔をした。なんだかやり残したことがあって。やり残したこと？こいつは何なのってね、さっきのエンディングで思ったけど。ええ、銀杏さんにはないですか？と私はうなった。ほら、僕ってすごく優柔不断な性格だから、一度決めたことをちょっとした気の迷いで諦めちゃったりするんですよ。そうなの？逃げ出しちゃうっていうか。まあ、それは人間誰にもあることだ。だからこのレポートはしっかりと終わらせたいな、なんて。しっかりしてるわね、スミオくんは。銀杏さんにはつまらないかもしれないんですが、最後までしっかりやり遂げたいんですよ。つまらないだなんて、そんなことないわよ。その時すでに私は前向きなスミオくんに協力したいと思うようになっていた。ねえスミオくん、一緒に調べてもいいかしら。私がそう言うとスミオくんはちょっとびっくりした顔をした。え？でもお仕事が。まあこれも仕事のうちよ。私はちょっと笑って言った。図書館に集められた死に関わる本たち。その断片を見ることができる数少ないチャンスかもしれない。私はそう思ったのだ。もちろん、あなたの宿題の邪魔はしないわ。いいんですか？もちろん、そうしていただければすごく助かりますよ。スミオくんは再び顔を輝かせて言った。早速、明日から当たってみることにしましょうよ。はい。今夜にでも本が寄贈された経緯を調べておくわ。行動はそれからね。わかりました。じゃあ明日の朝、こちらに電話します。よし、それじゃ。握手しましょう。私は手を差し出した。ちょっと戸惑ってからスミオくんは私の手を握った。まるで女の子のように細くて柔らかくて冷たい手だった。そういうことが銀杏子の仕事かどうか大いに疑問だね。今日は珍しく来客の多い日だ。3人目の来客は弁護士の田所さん。私の雇い主でもある。スミオくんを見送った後、しばらくして田所さんが図書館にやってきた。偶然とはいえ、このユキと書かれた本のことで、田所さんに聞きたいことがあったので、この来訪は非常にラッキーだった。その昼間来たスミオくんだっけ？誰に聞いてこの図書館にやってきたのかな。田所さんはさも面倒くさそうに言った。仕事に差し支えないようにしますから。私はそう言って手を合わせた。お願いお願い。ちゃんと予定通り書庫の整理も進んでるし、問題はないと思うんだけどな。お願いした後は開き直ってみた。田所さんはふうとため息を吐くと顔を上げて言った。仕方ないな。で、
何を知りたいんだい？その一家心中です、古川家の。一家心中、一家心中、音程がどっちだろう。私は澄夫くんのように目を輝かせていたに違いない。あれか。田所さんはちょっと視線を天井に向けて考える素振りをした。5年くらい前になるかな。よく覚えてますね、さすが弁護士。持ち上げても何も出ないぞ。田所さんがキッと私を睨んだ。個人的に言うと、もう少し女性には優しくしてほしいところである。古川一家のことはもちろん直接には知らないな。あの本についても、野々宮氏に頼まれてあの本を手に入れただけ。新聞なんかでは結構騒がれていたからね。みたいですね。私は知らないけど。新聞くらい読みなさい。はーい。田所さんみたいに口うるさい大人には絶対なるまい。で、どこまで知ってるんだい？澄夫くんに聞いた話だけなんですけど。私はポケットからメモを取り出した。古川光也、48歳、一家の主。勝子、45歳、古川光也の妻。直子、19歳、長女。忠夫、17歳、長男。これが家族構成。そして命を落とした4人。このレインボーをタッチしよう。こうなって、勝子、春子かな。こうね。おっと、この隣のもタッチできんな。あ、こういうことね。で、長女、長男、これね。じゃあテキストを進めていこう。そうだね。田所さんは小さくうなずいてみせた。体の動かないお年寄りなんかじゃなく、子供も小さいわけではない。みんな分別のあると、ある年齢だった。それなのになぜ心中なんてしたのか。不思議ですよね。当時はみんな首をひねったよ。原因はわからないんですか？私は田所さんに尋ねた。銀南君はどう思う？そうね、仕事絡みじゃないですか？人間関係じゃないですか？家庭問題じゃないですか？借金じゃないですか？子供が大きいよね。家庭問題かな。これを選択してみよう。家庭問題じゃないですか？私はそう答えた。根拠はない。ただ、家族全員に関係する問題があったとしたら、実は僕もあり得るとしたらそこかなと思ってたんだ。田所さんが言った。本当ですか？いや、あくまでも僕の主観も入るんだけどね。そう前置きして田所さんは続けた。夫の古川光也は小さな会社を経営していたんだけど、経営は順調、借金もなし。部下や取引先との確執もなかったらしい。順風満帆ってやつですね。息子や娘にしてもそう。学校では文武両道で通っていたらしいし、奥さんも友達は多かったと聞いてる。そこまで完璧に評判がいいのも珍しいものだ。だからこそ
そこに盲点があるんじゃないかと思って。盲点？田所さんはうなずいた。人には言えない家庭の悩みさ。例えば古川光也に裏の顔があったとかね。もっと具体的に言ってくださいよ。私は田所さんに言った。噂だけど、奥さんの古川勝子は一時期探偵を雇ってたって聞いたことがあるんだ。探偵。どうしてでしょう。浮気？でもそしたら心中はしないか。さあ、そこまではね。田所さんははっと表情を変えた。なんだか、ワイドショー好きの主婦みたいになっちゃったじゃないか。すっかりなってましたよ。やめてくれよ。田所さんが笑って言った。とにかく、真相は藪の中。わからないってことさ。そう言ってため息をついた。確かに、住夫君もそこを調べたいがために、わざわざここ、野々宮図書館までやってきたのだ。で、銀南君は何を調べたいんだい？田所さんが尋ねた。真相です。私はテーブルを握り拳で叩いた。ダーン！真相ですって。一家四人を何が死に追いやったのか、それが知りたいんです。ダーン！逆転裁判じゃないんだから。そう言ってもう一度叩く。5年も前の話だよ。住夫君もいることだし、やってみます。意外と熱くなりやすいんだな。田所さんが呆れたように言った。で、どうしたいわけ？そうね、とりあえず何から始めようかな。まずは住夫君のことを調べよう。まずは古川一家について調べよう。まずは本のことを調べよう。選択をします。1番を選ぶとね、また住夫君がいない子になってしまってエンディングを迎えるので、ここでは2番を選択します。田所さん、やっぱりまずは古川一家の住んでいた家に行きたいんですけど。古川一家の家？はい。隅っこに行っちゃった。どうかしましたか？古川一家の家がまだあるかどうかわからないぞ。なるほど。あれから5年も経っているのだ。主を亡くした家が今もまだ立っている保証はない。それを調べる方法はありませんか？私は田所さんに聞いた。あるにはあるけどね。Google ストリートビュー。けど？古川一家の住んでいた家は事件の後、親族の手に渡ったんだ。ということは、その人を訪ねれば、家がどうなっているのかわかるんですね。田所さんは小さくうなずいた。じゃあ、その人を教えてください。ちょっと待って。そう言うと田所さんは手帳をパラパラと、ね、めくり始めた。青梅陽子。お、またレインボーだ。おそう。ここに来た。青梅陽子ですね。陽子くん来たよ、これ。私は手帳にペンを走らせた。そう、青梅陽子。一家心中で亡くなった妻、勝子の妹だ。そしてポチッとする。姉妹ね。田所さんは短く書き留めるとメモを私に渡した。それが住所だよ。
さすが。私はメモを受け取ると田所さんに聞いた。この大梅陽子は事件には絡んでいないんですよね。さあ、詳しくは知らないけど、警察に事情聴取されてはいたみたいだね。そうなんですか。そりゃあそうだよ。田所さんは小さく笑って言った。事件の第一発見者なんだから。あ、そうなんだ。翌日、私は住岡君と待ち合わせをして、死んだ勝子のもう一人の妹大梅陽子に会いに行った。大梅陽子は古川家の合鍵を唯一持っていた人物、そして古川一家心中事件の第一発見者でもある。二条さん、あれからどうしました？遅いなこの子。積代くんが明るく話しかけてくる。ああ、脅かされた件？もちろん電話で文句言っておいたわ。反省していました？してないしてない。そう言って私は笑った。5年前の心中事件の調査をするって言ったら妙に来たがってたわ。あ、連れてくればよかったのに。誘ったんだけど、なんだか家の用があるとかで。そうなんですか。会いたかったな。まあ、あんまり大勢で行くのも申し訳ないし、ちょうどいいって ものよ。私がそう言うと、スミオくんは少年のように優しく笑った。いや、実際少年でしょ。このアパートですね。スミオくんは表札を確かめると小さな声でそう言った。大梅陽子は未だ独身らしく、母親と二人暮らし。もともと大梅家はあまり裕福な家系ではないらしく、今でもアパート住まいだった。203号室ですよ。ということは2階ね。多分そうでしょう。外に取り付けられている階段から2階に上がる。この部屋ね。ドアの横にインターホンらしいものが見える。私はそれを押してみた。あら？チャイムが鳴ったような感触はなかった。今、鳴った？いや、鳴ってないですね。壊れてるのかしら？そうですね。ノックしてみましょう。なぜ同じアパートなのに扉の形状が違うんだろう。はーい。ドアの向こうから女性の声が聞こえた。どちら様ですか？野々宮図書館の者ですけど。ドアが開くと、そこに中年の女性が立っていた。第一印象では、愛想がいいとはお世辞にも言えないといった感じだろうか。多分この人がその大梅陽子なのだろう。お話が言ってると思うんですけど。私は恐る恐る話を切り出した。ああ、昨夜田所さんから電話で聞いてるよ。そう言って廊下に出てきた。今頃あの事件の話をしろだなんてどういうことだい？一家心中の第一発見者だと聞いてこちらにお伺いしたのですが。私は丁寧に言った。ああ、そうだよ。でも
あの時のことは思い出したくないんだ。お気持ちはわかります。今ちょっとこの子の学校の授業でですね。あれ、スミオくんがいない。どの子だい？あのですね、おかしいな。今の今まで一緒にいたはずなのに。仕方がない。私は寄贈者の家を回っておりまして、嘘をついてはぐらかした。ちょっと待っててもらえますか。スミオくんを探すことにした。個人的に事件を調べておりまして、ちょっと怪しいが正直に言った。洗濯をします。あいつどこ行ったんだ。ちょっと探してこようか。なんだい、こっちは忙しいんだよ。すみません、すぐ戻りますから。私はそう言ってアパートの階段を駆け下りた。あいつやっぱお化けかな。スミオくん、おかしいな、どこ行っちゃったのかしら。辺りを見渡してもスミオくんの姿はどこにもなかった。でもドアの前まで一緒だったのだ。青梅陽子がドアを開けてスミオくんがいないのに気づくまでほんの数秒だったはずだ。その数秒の間に私に気づかれずにいなくなるなんてありえるのだろうか。いつまでも探してるわけにもいかないな。私は不思議に思いながらも青梅陽子の部屋へと戻っていった。一体何の騒ぎなんだい。青梅陽子は怪訝そうに私を見た。すみません、ドタバタしちゃって。私は頭をかきながら言った。変な子だねあんた。はあ、すみません。まあ腰の低い子は嫌いじゃないよ。恐縮したせいか青梅陽子の口も軽くなっている。それで一家心中事件のことなんですが、私が発見した時の話だね。はい、あの日は勝子姉さんの家に行く約束をしてたんだよ。前の日に電話があってね、どうしても話したいことがあるって言われて。話したいこと？青梅陽子は大きくうなずいた。今となってはそれもわからないんだけどね。何だったんでしょうね。とにかくそれで行ってみたらさ、インターホンをしても誰も出てこない。私は姉さんから合鍵を預かってたから、それで鍵を開けて中に入ってみたんだよ。そうしたら4人とも首をつって死んでいたと。私が見たのは姉と旦那さんだけだよ。1階の居間で2人して死んでた。2人だけ？私はそれを見て驚いてすぐに外に飛び出しちゃったからわからないけど、子供2人は2階で亡くなってたそうだよ。トラウマになっちゃう。どうして別々の部屋で死んでたんでしょうか。それは私の方が聞きたいくらいだよ。青梅陽子は困ったような表情をした。あんたそんなに知りたきゃ自分で言ってくればいいじゃないか。え、どこへですか。ほら。そう言って差し出した手には大きな銀色の鍵が載っていた。いいんですかね、見に行っても。これはあの家の鍵だよ。もうしばらく行ってないんだけど、そのままにしてあるんだ。いいんですか？構わないよ。
盗まれるものなんてないし、警察の現場検証も終わってるしね。私はその銀色の鍵を受け取った。あんまり散らかしたりしないでおくれよ。ありがとうございます。古川家一家心中事件の現場。まさか、その現場に行くことになるとは。いいっていいって。その、消えちゃった子によろしくね。そう言うと、青梅陽子はドアを閉めた。そうだ、スミホくん。すっかりスミオ君のことを忘れていた。私は急ぎ足でアパートの階段を降りた。銀杏さん。アパート出ると、そこにスミオ君が立っていた。スミオ君。どこ行ってたの？ごめんなさい。急にお腹が痛くなって。すぐそこの公園のトイレに行ってたんです。嘘くせえ。そう言ってちょっと離れたところにある公園を指さした。そうだったの。急にいなくなるからびっくりしたじゃない。断ってから行こうと思ったんだけど、どうしても我慢できなくなっちゃって。そう。それでどうなりました？ああ。これを。私は今、青梅陽子からもらった鍵を、スミオ君に見せた。これは、古川家の鍵よ。本当ですか？いきなり借りちゃったんだけど、どうする？行ってみましょうよ。早く。スミオ君は目を輝かせながら走り出した。腹痛いんじゃないのかい？ちょっと。ここからの行き方をスミオ君は知っているようだった。スミオ君にせかされるように、私たちは公園の横を通り過ぎ、古川家へと向かった。この家です。住宅街の角を一つ入ったところ。その家は見晴らしの広い角地に建っていた。まさか幽霊は出ないでしょうね。私は半ば本気で言った。ちょっと本当に怖くなっちゃうからやめてくださいよ。スミオ君が情けない声を出した。あら、割と臆病なのね。頼むわよ。頼りにしてるんだから。はい、もちろんです。相変わらず素直なスミオくんの態度に、私は思わず笑ってしまった。古川光也とその家族が住んでいた家。豪邸というほどではないにしても、一流の住宅と呼んで差し支えない広さ。まあ、大きそうだよね、この家。それに、しっかりとした作りであった。そんな家も、心中事件があったとなると、やはり家に足を踏み入れるのには抵抗を感じた。そして、その抵抗と同じくらい、奇妙な何かを私は感じていた。霊感とか、そんな風に呼ぶのもちょっと違うような気がした。もっと何か人間的なもの。人が住んでいる家の温かさ。そして、銀杏さん、飽きましたよ。そして、最も奇妙なのは、閉め切っているはずの家の中は、空気のよどみも匂いもなく、爽やかだったのだ。青梅陽子が換気してくれてたのか？
今にもここに住んでいた家族が、ただいまと言って帰ってくるような雰囲気。ちょっと旅行にでも行っているだけのような、家が外出中の主を待っているような感覚。銀杏さん、どうしたんですか？奥からスミオくんが私の名前を呼んだ。玄関で佇んでいた私は、はっと我に返った。お邪魔します。そう言って、私は古川家に上がり込んだ。ここが居間ですね。と、スミオくんが言った。そうね。近江陽子さんの話だと、ここで4人のうち2人が首を吊っていたそうよ。私は先ほど聞いた話をスミオくんに話した。2人というと、旦那さんの三ツ矢さんと奥さんの勝子さん。そうですか。窓はぴっちりと閉められている。家族が帰ったのだろうか。壁には風景が。テレビやエアコンなどもそのままだった。そして、天井には、おあつらえ向きの柱が一本通っていた。古川光也と勝子は、ここにロープをかけて首を吊った。装飾としてなのだろうが、死の道具に利用されてしまうとは、なんとも悲しい話である。後の2人はどこで首を吊ったんでしょうね。私がスミオくんに話しかけると、スミオくんは何かじっと考え込むように、天井の柱を見上げている。スミオくん？あ、はい。スミオくんは急に我に返ったように返事をした。すみません。ここで人が死んだのかと思うと、なんだか気が重くなっちゃって。それは私も同じだわ。それは正直な思いだった。子供たちがどこで死んだかでしたっけ？そう。子供たちはそれぞれ自分たちの部屋です。まずは、ただの部屋に行ってみましょう。そう言うと、スミオくんは今を出て行った。私もその後を追う。